タイムマシンは Mac に内蔵されているバックアップ機能です。 Mac に保存されているデータのコピーを定期的自動的に作成して外付けストレージデバイスに保存してくれます。このビデオでは MacOS ベンチュラでタイムマシンを初期設定する方法と、いつでも必要な時に手動でバックアップを作成する方法をご紹介します。始める前にバックアップを保存するための外付けストレージデバイスをご用意ください。バックアップには大きな容量が必要になることがあるので、専用のストレージデバイスを用意しておくといいでしょう。それでは MacOS ベンチュラでタイムマシンを初期設定するところから始めましょう。まず外付けストレージデバイスが Mac に接続されていることを確認します。次に画面左上の隅にある Apple メニューをクリック、システム設定をクリックして、一般をクリック、タイムマシンをクリックします。次にバックアップディスクを追加をクリックして、管理者パスワードを入力、設定を変更をクリックして、外付けデバイスを選択してディスクを設定をクリック。 MacOS ベンチュラではバックアップの暗号化が標準でオンになっています。暗号化したい場合はこのバックアップディスク用のパスワードを入力して、確認のためにもう一度入力、パスワードを忘れた時に思い出すのに役立つヒントを入力しておきましょう。パスワードを忘れてしまうとバックアップにアクセスできなくなります。終わったら完了をクリック。設定が終わると Mac がバックアップの準備に入り、その後間もなくバックアップが始まります。ファイルの数によっては初回のバックアップにかなり時間がかかりますが、バックアップが進行中でも普段通りに Mac を使えます。オプションをクリックするとバックアップの頻度やバックアップから除外する項目などいくつか追加の設定ができます。バックアップが終わったら通知が表示されます。これ以降は Mac がバックアップ用の外付けストレージデバイスと電源に接続されている限り自動でタイムマシンが実行されます。ストレージデバイスがいっぱいになると新しいバックアップを保存するために一番古いものから順に削除されます。タイムマシン設定後はいつでも必要な時に手動でバックアップを実行することもできます。メニューバーの右側にあるタイムマシンのアイコンをクリックして、今すぐバックアップを作成をクリック。バックアップの進捗状況を確認したいときはタイムマシンメニューを開きます。このバックアップ作成を停止をクリックしてバックアップを中止することもできます。以上、 MacOS ベンチュラのタイムマシンで定期的に Mac をバックアップする方法をご紹介しました。このチャンネルではこのような使い方のヒントをたくさん紹介しています。ぜひご登録ください。他のビデオもどうぞ。このビデオではデバイスの操作や画面の流れが一部省略または短縮されています。